皆さんこんにちは。いつものお茶手元付けの動画を提供する毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長のメールライダーと申します。今日はですねこちらに来ております。はい、これ分かりますかね、これどこかって。まあ分かる人分かると思うんですけど、今日は、ね、神奈川県の横須賀市に来ております。はい、で、まあ、久しぶりに横須賀市なんですけれども、今日のテーマは、ね、こちらでございます。はい、2022ミズグランドジャパン日本大会、これから行っていきたいと思います。ミズコンでございます。はい、で前回は、去年は確か東京でですね、メクロガジュールにとってミズグランドなんですけど、今日は今年もやってきました。で、まあ、どんなミズコンかでいろいろ撮ってみたいと思います。それで行ってみたいと思います。それでは、どうぞ。はい、会場はこちらでございます。はい、この塔の建物なんですけど、ここらが横須賀芸術劇場開かれます。はい、ここはですね、横須賀塩井、京急線の塩入駅の近くにあるところですね。はい、ここでやります。はい、で早速ですね、中に入ってみたいと思います。はい、会場はこうなっております。とても広い会場となっております。はい、真ん中にステージがあって、真ん中にスクリーンがありますね。はい、でここですね、2階3階4階で座席がなっておりますね。で今回はですね、1階の席で見ることになっております。はい、あとはですね、真ん中にですね、審査員席がありますね。はい、そんな感じでございます。はい、こちらがですね、会場に配られたパンフレットかチラシですね。はい、 LGBTQ 基礎講座って書いてあるんですけれどもですね。はい、で今回はミスターゲイジャパンと合同でやるんですけれども、今回この動画はですね、ミスグランドジャパン日本大会の動画を流させていただきます。はい、でミスターゲイジャパンの動画はですね、後ほどですね、後日動画でですね、作って発表してみたいと思います。はい、でですね、これはですね、一応、東京トランスマーチっていう、まあ、これもですね、なんか同性愛者のその、なんかその、イベントのチラシですね、はい、がありましてですね、まあ、あとはですね、調べるとですね、これはですね、ウォーキングかな、ダンスのですね、まあ、専門のなんか、チラシになっております。はい、以上で、チラシ、パンフレット紹介は以上となっております。はい、毎度で、ね、僕とパウネット記念撮影ということなんですので、はい、じゃあ早速ですね、本編の方に行ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、お待たせしました。まずはですね、ファイナリストさんのですね、ダンスシーンからお送りしてみたいと思います。なお、ミスコン動画では、まあ、いつものことなんですけどですね、著作権の関係上、実際流れてる音楽とは別の音楽を入れて今編集しております。あらかじめご了承ください。はい、ここでですね、ようやくファイナリストさんの登場となります。はい、ここでですね、少し解説してみたいと思います。このダンスはですね、とてもですね、皆さん本当カラフルなダンスをしてとても魅力的だなと本当に感じましたね。はい。ただ、それぞれのダンスにはですね、まあ、個性がありましてですね、皆さんってとてもよくなんか練習されてたんだなと本当にしびじびと感じました。はい、ここでですね、自己紹介審査となります。自己紹介審査なんですけれどもですね、マイクの前で名前言うんですけれども、早く言ってる関係上テロップが追いつかないため、後ほどの水内審査の際に改めてファイナリストの名前を掲載させていただきます。
はい、こちらでですね、水着審査の様子をお送りしてみたいと思います。ご覧ください。ここで水着審査について軽く解説してみたいと思います。この水着を見てですね、あれと思っている方いらっしゃると思うんですけどですね、なんとですね、これで2022ベストオブズ東京大会の時のですね、水着とですね全く同じなんですね。はい、はい、約ですね4ヶ月ぶりですね、また同じ水着が見られると思ってなかったんですけどですね、はい、まあ、この水着はですね、なかなかカラフルでですね、まあ、レオタード風ということですね、まあ、体の直線面がとても現れてるなと本当にちょっと思っております。はい
ここで水着審査は終了となります。はい、次はですねドレス審査の様子を撮ってみたいと思います。はい、このドレス審査についてですね軽く解説してみたいと思います。ドレス審査のですねこのドレスはですね赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫とありましてですね各グループにですねそれぞれのですね色を着てドレスを着てですねこのようにですねウォーキングをする形となっております。
壊れない
夜の半ば。There you have it. Our lovely candidates. ここでですね、ファイナリスト全員がですね、出てきますね。それぞれのドレスを身にまとったですね、ファイナリストが出てきましてですね、まあ、とてもですね、もう華やかだなって本当に感じました。はい、編集の関係上、前編はこれで終了となります。はい、次はですね、スピーチ審査グランプリの発表のある後編へ続きます。